実はね、耳を澄ませてごらん。最後の時聞こえ。どうやらね、なんかめっちゃ遠くの方でサイレンになってる。まあ、扇風機とか回してるから、音が干渉されて、崩されてるんですけど、ずっと遠くでサイレンが鳴ってるし、ずっと鳴り続けてるような気がしない。そう。すっごい火事っていうか、炎の7日間戦争っていう、宮崎駿先生言ってる。あれは外の世界で言ってるの。だからみんな暑い。やったら暑いでしょ、最近。今私たちがいる次元の外は全部それなの。ひっきりなしにサイレンになるわな。で、暑いの、それがいいんだ。地球温暖化ってそれが原因ですかって。うん、まあ、この次元で一生懸命恐竜を燃やしてるから、外の世界に恐竜が逃げるでしょ。で、外の世界が友人によって壊されてるの。それが炎の7日間戦争。だから暑いの、私たち。ね。逃げてるはずかな、あの CO2 外に。最近は外行ってんのかなと。重たいからね。宇宙空間に CO2 はなかなか行けないよ。炭素がね、なかなか宇宙空間が行けないけど、まあ、バクテリアって形では行けるけどね、炭素はね。あるいは RNA ウイルスって形では行けるけどね。炭素ね。そういう形になるよね。でも普通宇宙空間に炭素はめっちゃ少ない。だから石油燃やしてもなかなかね。でしょ？逃げれないの、あんまり。でも、霊界なら逃げれるよね。そう、霊界って大抵成層圏があるから。そこに、別次元の地球があるってことですかって言ったら、ちょっと、老子園舐めとこうか。教えてることもあるけど、こういう言い方したらね。でも、そうとばかりは言えない。厳密にはそうじゃないことの方が多いし、重要やけど、そういう言い方もできるよねって言ったら言いようがないね。その場合もあるから、やっぱり。でその場合は皆さんにとってめっちゃメインだったりするけど、皆さん以外にとってはメインじゃないの。それはその相対性理論ってことでもあるんですけど、陰陽、陰陽道ってもある。そういうあなた方の相対性を利用してるのが魔術でもあるよね。でそれを取り締まってる法律がむしろ陰陽道なんです。それは魔術と魔法の関係では、魔法は魔法にあらみった方のことだって言ったでしょ。で、魔女が使ってるのは、どっちかというと、魔術の方はほとんど薬草とかに関することであって、どっちかというと魔女は魔法の存在なの。魔法の存在。魔法です。魔術を取り締まる女、おばはんなの。どっちかというと、ね、男の人は本当に面白がって、魔術使って、テンパって、で、女の人に助けてくれて、そう。まあ、道場、しかも、ワイズウーマンですよね。ウィッチです。魔女。みたいな存在がいないとあかんねん。で、それは、その、家柄が良くてもあかんねん。そんな人こそ身を持ちくして、めちゃくちゃしちゃうの。権力落ちたり男の言うことを聞いたりもするでしょうし、だから無理なの、上流階級の魔女は。魔女みたいになりたいわ、上流階級の私は魔女になる夢があるから資格がある。上流階級の夢を実現できる。とかとあかんから、ほんまに。そんな女もひどいことに加担した。処刑された魔女はそんな魔女ですか？それだけですか？ね。そんな魔女たちが、ほんまの魔女をキリスト教徒に取り入れて、殺させた方が真相なんじゃない。じゃあ世界破滅に向かうわね。誰も魔術を取り締まれなくなるからでしょ。さて、まあ、そういうことで、その駅はエアコンはないけど扇風機をやたらたくさん、その扇風機同士を向かい合い同士にしたりする、風を当てさせる気圧を作ってるんですよ。そういうやり方で涼しくしてる。気圧がねあれば風が流れるから。で、風が流れたら扇風機以外にも風が呼ばれ、でそして出て、来たらさ、それも気圧があるんです。でしょ？で、東西南北空いてるの。どっかに出入りがある。東西南北。じゃあそうなるわね。そういう意味ある。で、結局、どうなるかって言ったら、まあ、普通はね、3歩しか空いてないですよ。3歩しか空いてない場合も多少はできますよ。うちはまるで行くことで見ても東西南北空いてんの。まあ、隣は長いけど、なぜか西だけちょっと空いてんの。
のセルジーをしてるわけ。で、それ埋められてしまう可能性があるね、こうやって言うから。言った結果、そんなずるいわって、当然何も書いてるのないなんて言って、埋めようとするでしょ。それも観察しなくて、観察してもいいのかなって。横も田中向けよったから、埋めるつもりの可能性が高い。ね。でしょ。この話、今全然時点誰も言ってん。この話聞いてから、やおら、工事が始まるかもしれない。ところが長い。ここが所有権を付ける。じゃあそこ埋められん。うちが田中へと埋められてしまうからね。ここ開けとけって言うと絶対開けとかなきゃ。うまい。改築するんだったら切り離さなあかん。向こうは長屋、向こうは長屋のままかしたけど、ここを長屋じゃなくすしか改築できない。そういう建築がある。実際現在は。しかも所有権です。まあ、配偶者がやってる。配偶者の戸籍も持つじゃんし。前の名字の戸籍もなくしよった。どういうことって言ったら、例えばうちと離婚しても、ジュリーは落つじゃん。面白いでしょ。で、茶野って名字もう使われへん。なんだかって、あの人のお母さんの名字けど、お父さんの名字竹林やってたら自分の名字にも執着ないんだよ。だから、あの人の名字は今後ずっとおつじゃん。何があっても。おつじ一族。むしろ、うちの方がおつじ一族で浮く存在やねんね。そら、わかるでしょ。ジュリやったら、まあ、医者と会社のおつじ一族に馴染むや。当たり前や。そうやってたやん。うちの母も、ジュリと一緒になって、うちのことを説教すんで。面白いでしょ。だから言ったの。A がってちゃうで、B がってちゃうで、AB がってちゃうで、O がってちゃうで、ガッタ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 、トラリルテテテテじゃないで、何やそれ、トラリルテテテじゃないで、ガッタ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 、トラリルテテテちゃうで、大型の説明がそれが本当に。オーティスレディングの説明ですけど、大型からじゃあオーティスレディングは外国では血液型流行ってへんなんて、あほやな。こんなに面白いのみんな血液型ごっこ。ジュリは大型です。うちは NO です。青じゃないよ。青時代、青がやばいんだ。まあいい加減にしろ。何やそのそのダジャレによる、ダジャレによる予言っていうか、ダジャレ、ダジャレに基づく世界滅亡予言やめろ。大変やいい加減に、ライブすぎるやろ。どうも大脳神秘術はだから何やねん、どこにあんだよ。そんなことで世界破滅ってライブ見えへんからやねん。だからって慌ててライブ来んなよ。ちょっとずつちょっとずつ、危ないから、ほんまに。一気に入ったら一気に壊れるからな。うちがじゃないで、あなたが、あなた方が。やっぱ内部って入った途端大変やから。な、なんかのシステムで、でもな、みんなででもな、結局、ほうほう内部に興味を持ったのか、主張のことだな。って、魔物が、って現れんで。それを、お前の旦那のオーディンやろって知らないわ。うちはアドがいい。私には夫がおりませんっていうんですし、私には扉を守ってくれる男性はいないんですよっていうのがアドがないっていうんですが、日本にもアド、安住などの地名や名字があるのね。